男の人と女の人が話しています。男の人は、この後何をしますか森さん、僕来週引っ越すんだけど、今使ってる冷蔵庫いらなくなるんだ。それで、もらってくれる人を探してるんだけど、誰か知らないうん、ちょっと心当たりないな。そっか。冷蔵庫って、確か粗大ごみとしては出せないんだよね。 うん、法律でいらなくなった冷蔵庫を出す時は手続きをすることになってるよねそっか手続きってどこでするの市役所に連絡してもいいけど引っ越し会社によっては事前に言っとけば手続きをしてくれて引っ越し当日冷蔵庫の回収もしてくれるって聞いたことあるよえそうなんだその方が簡単だから聞いてみたら来週までで時間もないでしょ分かったありがとう。 男の人はこの後何をしますか。二番。日本語学校で先生が話しています。学生はこの後スピーチの原稿をどう直しますか。 先週提出してもらったスピーチの原稿を返しますはじめのところに自己紹介を入れてもらいましたが皆さんよく書けていましたスピーチの内容もそれぞれとても面白かったです授業で勉強したように難しい言葉には説明をつけてわかりやすくしているのも良かったんですが皆さん文と文をつなぐ表現がほとんど使われていませんでした不自然に感じるので 今から見直して入れてみましょう。その他の点については、それぞれコメントを入れました。全体的な長さは、今は考えなくてもいいですよ。学生はこの後、スピーチの原稿をどう直しますか 3番、デパートの洋服売り場で、店の人と男の人が話しています。店の人は、ズボンの裾をどのように仕上げますかお客様、そちらのズボン、履いてみていかがですかあ、ちょうどいいです。ただ、ズボンの裾が少し長いので、短くしてもらえますかかしこまりました。では、長さを確認いたします。あの。 今これは裾が内側に折ってあるんですけど、外側に折るようにしてもらえますか売り場に飾ってあったのみたいに。あ、はい。できますか、よかった。で、売り場にあったのは、折ったところをボタンで止めるようになってましたが、糸で止めてもらいたいんです。ボタンですと、止めたり外したりしやすいので、汚れなどのお手入れがしやすいですよ。うーん、僕には必要ないかな。 承知しましまたではそのように店の人はズボンの裾をどのように仕上げますか4番会社で 女の人と男の人が話しています男の人はこの後まず何をしなければなりませんか田中さん新製品の発売に合わせて行うイベントあれやることが確定したから準備始めてくれるはいわかりました今回は社長に挨拶をお願いしてあるから社長が来られる日じゃないといけないの。 秘書に予定を聞いてくれるイベントの候補日を絞らないといけないからはい日にちが決まったら会場を予約しますね参加者は何人ぐらいになるでしょうか100人ぐらいかな営業部が今招待客の名簿を作ってるところなんだけどじゃあ会場を予約するのは名簿ができてからですねうん 男の人はこのあとまず何をしなければなりませんか5番アパートの入り口で男の管理人と女の学生が話しています。 何をしなければなりませんか。アリンさん、おはようございます。掲示板にお知らせを貼っておいたんですけど、明日の土曜日大丈夫ですか。え、明日何かあるんですか。すみません、掲示板ちゃんと読んでなくて。自転車置き場のペンキを塗り直すんですよ。ついでに自転車置き場の掃除もするんです。あ、そうなんですか。すみません、明日はちょっと時間がなくて。 ああ、いいえ自転車をアパートの前の駐車場に移動してほしいんです今日はまだ駐車場が使えないから明日の朝7時から10時の間にお願いしますああ一緒にペンキを塗るのかと思っちゃいました <laughs> それはプロに頼んでありますよ明日の朝大丈夫そうですか無理なら私がやっておきますがはい出かける前にできますお願いします動かしたらすみませんが鍵は私に預けてください 自転車はこちらで戻しておきますからわかりました女の学生は明日の朝まず何をしなければなりませんか 1番男の人と女の人がプリンターについて話しています女の人は今使っているプリンターを選んだ理由は何だと言っていますか 中山さん、この間プリンター買ったって言ってたよねうちのプリンター急に壊れちゃって新しいの買わないといけないんだけど参考までにどうやって決めたのか教えてもらえないそうだね最近のプリンターは写真をすごくきれいに印刷できるしインクの容量も大きいしすごいなって思ったコピーやファックスの機能もついてたりして便利になってるしうん 私が買ったのは印刷スピードが速いっていうのが一番の特徴だったんだけど私は文字を取り込む機能があるのがいいなって思ったんだ文字を取り込むうん紙の書類を電子ファイルとしてパソコンに保存したい時ってあるでしょそんな時に便利なんだいちいち手で打ち直さなくていいしえそうなのすごいね。 女の人は今使っているプリンターを選んだ理由は何だと言っていますか二番会社で女の人と男の人が話しています男の人は

先月の売上1位でしたまたまだよ部長も喜んでらっしゃいましたよそう企画の時から自由にやらせてもらったからね実はこないだ大学時代の友人と話してたらこの商品のことをすごくいいねって言ってくれたんだよ作ってる側からすると知ってる人からこう言ってもらえるのはどんな言葉より嬉しいよねこれからも頑張らなきゃって思うよ よかったですね次の企画も私たちみんな期待してますわあプレッシャー大きいな男の人は何が一番嬉しいと言っていますか 3番放課後の子どものための教室で男の学生と係の人が話しています係の人はどんな人にボランティアに来てほしいと言っていますか すみません。こちらの教室で夏休みの間のボランティアスタッフを募集してるって聞いたんですがこの教室ってどんなことするんですかああ小学生の子どもたちが放課後一緒に遊んだり宿題をしたりするんです夏休みは普段より子どもが増えるので募集してるんですがボランティアご希望ですか興味あるんんでですす。が、ここうういいボランティアやったことないんです 大丈夫でしょうか経験はないよりあった方がいいですけどまあ子供って放っておいても自分で遊ぶものですからね遊びを教えたりする必要もないですしそうですかそれより子供の話に耳を傾けてくれる人がいいんです子供って自分の話を聞いてもらえたらそれだけで嬉しいんですよへえ<ー>算数とか国語とか勉強を教えられる人は 他にもスタッフにいますからよかったら一度ぜひ教室に来てみてくださいはいありがとうございます係の人はどんな人にボランティアに来てほしいと言っていますか 4番日本語のクラスで留学生が日本での体験についてスピーチをしています留学生はある店で買い物をした時店員のどんな対応が嫌だったと言っていますか 先日、スニーカーカを買いに行きました。店に入るとすぐ店員さんが声をかけてくれましたそれは嬉しかったんですがその後ずっと離れないんです商品を見ようとするたび、丁寧な言葉で説明してくれましたが近くにいられると気になってゆっくり見られませんでした私の国では店員は挨拶はしますが客が質問した時しか近くには来ないんです ただ私の国の場合高い商品を勧められることが多いんですがこの店ではそんなことはありませんでした留学生はある店で買い物をした時店員のどんな対応が嫌だったと言っていますか 5番図書館で女の人と男の人が話しています男の人は図書館へ来る人を増やすためにまずどんなことをしたらいいと言っていますか ここ数年うちの図書館を利用する人が減ってきてるんですがそうだね少し前に子ども向けに絵本の読み聞かせの会とか図書館ツアーとかやってみたら効果があったよねこれから対象を子ども以外にも広げていったらどうかな大人向けのイベントなら今までもやってましたよねうーんただこれまでは昼間しかやってなかったでしょう今度は夜の時間にもやってみるとか これならすぐにできるしそうです、ねうんとにかくやってみようあと将来的には学習スペースの設備を充実させたり設備うん机や椅子をいいものに変えて快適にしたりパソコンを使う人も多くなってるからコンセントを増やしたりなるほどもしそうなったら積極的に宣伝したいですねそうだね 男の人は図書館へ来る人を増やすためにまずどんなことをしたらいいと言っていますか1番就職セミナーである航空会社の社員が話しています私は 飛行機の乗務員をしています機内でお客様が快適で安全に過ごせるように様々な仕事をしますこの仕事は飛行機でいろいろな場所に行けて魅力的だと思われているようで就職を希望する学生さんが多いのも事実ですただいい面ばかりではありませんお客様の荷物の上げ下ろしのお手伝いや飲み物食事のサービスなど休む間もないほどです また、何かトラブルが起これば、お客様への対応が求められます。外からは、そういったことはなかなか見えにくいと思いますが。社員は何について話していますか一この仕事の魅力二この仕事の大変さ この仕事に就いた理由4この仕事に必要な体力 2>, 2番女の人と男の人が男の人が買った車について話しています最近新しい車を買ったんだってね。うん ずっと憧れてた車なんだ有名なデザイナーがデザインした車で外見も中も洗練されてて僕にとっては一流ホテルにいるのと同じような感じなんだへえ<ー>。ただ買うかどうか最後まで悩む値段だったんだけどね買ってから驚いたんだけど乗ってて疲れにくいんだ視界の良さとか操作のしやすさとか運転手の負担を最小限に抑える工夫が効いてて 安全運転にもつながるしね。その意味では、安い買い物だったと思うよ。男の人は、買った車についてどう言っていますか一、値段も安かったし、いい車で満足だ。二、値段は高かったが、いい車で満足だ。 安い車なので性能に不満がある高級な車だが性能に不満がある3番ラジオで料理研究家が話しています料理を作ったら 食べた人に美味しいと言ってほしいとみんな思いますよねところが好みは人それぞれその好みを形成するものの一つは子供の頃から毎日食べていた家庭料理の味です家庭だけでなく学生時代によく通っていた食堂などの慣れ親しんだ味を美味しいと感じることが多いと言われています他にも暑い地域では 汗をかいて体温を下げる効果のある辛い料理が好まれるといった気候によるものなどもあります料理研究家は何について話していますか美味しいいし料理を作る工夫子供時代のの食事の思い出

どうぞよろししくお願いいたします。山田さん、最近若い人の読書離れが進んでいると言われていますが読書っていうのは人生を豊かにしてくれるので若い人には本を読んでもらいたいですねただ個人的には1年に何冊本を読んだとかそういうことはそれほど大切ではないと思いますと言いますと私は若い頃好きな本をよく汚れてボロボロになるまで読んでましたが 同じじ本でも読むたたびに違うことをを感て、てて考ええが深ままっっいいの覚す。最近は仕事や人間関係に役立つからといって実用的な本ばかり宣伝される傾向がありますがそういう本は何回も読んだりしないですからね,ね<え>若い人にも自分が出会った一冊とじっくり向き合ってほしいですね。 作家が言いたいことは何ですか 1, 1. 好きな本を繰り返し読んでほしい。2. 2なるべく多くの本を読んでほしい。3. すぐに役に立つ本を読んでほしい。4. 宣伝を参考にして本を選んでほしい。 5番学校で校長先生が話しています受験勉強やスポーツの練習など大きな目標に向かっている時目標しか見えなくなっていることがありますそこに向かう道は辛くても仕方がないといやいや取り組んでいたりしませんか目標を持つことはもちろん大事ですがちょっと視点を変えてみましょう学ぶこと 運動すするること自自体ににも喜びががあり自分の成長につながるはずです最終的なゴールは同じでもそこにたどり着くまでにどう取り組むかによって得られるものも変わってくるかもしれません校長先生が伝えたいことはどのようなことですか目標は 自分に合ったものが良い 2, 2目標を持ち続けることが必要だ三、目標に向かうプロセスにも意味がある四、時々目標を見直すことが大事だ 1>, 1番。ん。会議の資料、この机の上に置いたはずなのに。1>, 1。えないんですか？2。2> 助かります。ありがとうございます。3。あ、机の上に置いてはいけなかったんですね。 2>, 2番森さん勧めてくれたカメラ買いましたよ小型ながらなかなか高性能ですね 1, 1もっと小さいのが良かったんですね 2, 2小さいのにすごいでしょう。3小さい方が性能がいいんですか 3番、今日の実習のレポート明日出さなきゃいけないなんて1。明日までじゃなくてよかったねほんともっと時間欲しいよね 3> 3えっレポートを出さなくてもよくなったの ?4 番 あの佐藤さんこの椅子運んでくださると助かるんですが 1, 1運んでいただけるんですか 2, 2え私運んでませんよ3あはいどこへ運びましょうか五番 鈴木さんイベントの準備は順調では早速準備を始めます 2, 2中止になるなんて残念です 3, 3今のところうまくいってます6番昨日愚痴を言っちゃったけど 聞かなかったことにしてくれない。一。ああ、わかった。忘れるよ。二。え、ちゃんと聞いてたよ。三。もちろん。いつでも聞くよ。七番。今朝、もう少しでいつもの電車に乗り遅れるところだったよ。 そっかでも間に合ったならよかったね 2> 2ああ、いつものに乗れなかったんだえ電車が遅れたんだ<番>伊藤さん午後の会議の準備一緒にやることになってたけど。 僕一人でできないこともないよ。一。それなら、一緒にやろうか。二。えっ。一人でやったの。三。じゃあ、お願いしてもいい。九番。藤田さん、スピーチの練習。 付き合っっててくださってありがとうございました当日もうまくいくといいんですけど 1, 1うまくいったんだ頑張ったかいがあったね 2, 2仕方ないよそんなにがっかりしないで3きっと練習の成果を出せると思うよ 10番サークルの打ち合わせ5番教室でやるって聞いたけど教室は予約してからでないと使えないよ予予約約は必要ないんですね 2> 2先週ししましたせっかく予約したのに使えないんですか 11番森田さん森田さんの企画書だけどデータなしじゃ検討しようがないよ1すみませんすぐ用意します 2, 2> あ検討していただけるんですね 3, 3ええご理解ありがとうございます 1番 1> 市の体育館の受付で女の人と男の職員が話していますすみません何か軽い体操でも始めたいと思ってるんですがこちらでそういう教室はやってますかははいい,ろいろありまますよ時間や内容のごご希望はございますかえっと平日の午前中で運動が苦手な私でも続けられそうな教室がいいんですけど。 通っってらししゃるる他の方とも親しくななれるような雰囲気のそうですね軽い体操というと火曜9時半からのボール体操これは直径5 0センチぐらいのゴムボールに座って体操をしますああそれから水曜10時からの柔軟体操体をゆっくり動かして手足を伸ばしますこちらのクラスは 時々参加者の皆さんで交流会をやってるみたいですへーいいですねそれから木曜十時からのリズム運動音楽を流してリズムに合わせた運動をします仲のいいクラスで去年の秋には皆さんで近くにハイキングに出かけてましたよその教室この間テレビで紹介してましたよね音楽に合わせて体操するの楽しそうでしたけど皆さん汗びっしょりでした ご覧になったんですねかなり体を動かすのでいい運動になりますよあとは土曜の午前なんですが筋肉トレーニングもあります講師からいろんなトレーニング器具の使い方を教わりながら筋肉を鍛えるクラスです迷いますねでもやっぱり週末は開けておきたいんですよねあんまり激しい運動だとできるかどうか自信がないし 教室以外にも仲良くなる機会がある方がいいな。えっと、こちらの教室、見学できますか。女の人は、どの教室を見学したいと言っていますか。一、ボール体操。二、柔軟体操。 3リズム運動4筋肉トレーニング 2>, 2番大学で大学祭の係の学生3人が話しています大学祭まであと1か月だね。去年のの参加者のアンケートで ゴミ箱の場所がわかりにくかったっていう声が多かったけど今年どうしたらいいかまだ決めてなかったねあちこちにゴミが捨てられてたよね来場者に配った会場案内のチラシにゴミ箱の場所も書いておいたんだけどチラシの数が足りなかったかなチラシは余ってたよじゃあチラシが見にくかったかなもう少し字を大きくして見やすくしたらどうかなでもお客さんは 食べ物や荷物を持って移動するわけだよねチラシまで見ながらって難しいんじゃないそれもそうだねうーん去年は会場内に「ゴミ箱はここです」っていう看板も立てたよね設置場所も問題なさそうだったけどうん看んの文字も大きくてかなり目立ってたはずなんだけど混んでたからね行列もあちこちにできてたしそれで見えにくかったのかもしれないねそれなら 今年はもう少し高さがあるものにしてみようか目につきやすいようにうんなるほどそれがいいねでチラシは今年はどうする見てもらえないなら配るのやめる見る人は見るからあった方がいいと思う去年の十分見やすくできてたと思うからあれを使おう「問題解決のために」 何をすることにしましたか。一。チラシの文字を大きくする。二。配るチラシの数を増やす。三。看板の文字を大きくする。四。看板の高さを高くする。 3番まず話を聞いてくださいそれから2つの質問を聞いてそれぞれ問題用紙の1から4の中から最も良いものを1つ選んでくださいでは始めます3番 3> テレビでアナウンサーが 使われなくなった学校の校舎の再活用について話しています生徒数が減り廃止になった学校その校舎の一部を有効活用する取り組みが各地で行われています今日はその中から4つご紹介しますまず山の中の小さな学校東小学校は今宿泊施設として活用されています豊かな自然の中で 山歩きや川遊びを楽しめます二つ目の西田市にある西中学校は地域のイベントやコンサート展覧会などに広く使われています二階は映画館になっていて昭和時代の雰囲気が残っていますそれから海に面した南小学校には手作りのパンやアート作品の店が並んでいます 自分で作ったものを販売したいという若い人が集まってきていますえー、4つ目の農村地域にある北中学校は食堂になっています地元で採れた新鮮な野菜をたくさん使ったメニューが人気です今映ってた学校で友達が今度作品を発表するんだへえ、友達何か作って売ってるのえあーその学校じゃなくて その友達自分で映画を撮っててね見に行くことになってるんだそうなんだ私は一度でいいから学校に泊まってみたかったんだよね今度の夏休みに山登りのサークルのみんなで行ってみないえ夜の学校なんて真っ暗で怖そうじゃないおいしいご飯を食べるんだったらいつでも喜んで行くけど今は学校じゃないんだから大丈夫だよ。 質問 1, 1男の人はどの学校に行くつもりだと言っていますか質問2女の人はどの学校に行きたいと言っていますか